真実はいつも一つ、もしくは、二つ、最大三つあるかも。お、おう。今日は、アニメ名探偵コナンから安室さんの半熟ケーキに。早速事件だぞ。こんな時は視聴者さんの知恵に頼る。ペットボトル。おお、すごい、君だけを吸い込んだ。さて、ドタバタ始まったけど今回はもっと大きな問題があった。なんだろう。アニメで安室さんはサンドイッチの時と違って、半熟ケーキの作り方を教えてくれなかったことよ。まあ、料理アニメじゃないからな。当然といえば当然じゃないか。そこで今回はマジックケーキやカステラなんかを作った経験をもとに。あ、どれも成功はしていませんよ。オリジナルレシピで再現に挑戦。角が立った気がするメレンゲにヨーグルトを足した卵黄を混ぜ込みます。ヨーグルト？アニメではヨーグルトが使われてるって言ってたからね。それはそうと、相変わらずメレンゲをダメにする混ぜ方だな。続いてホケミを目分量で投入。ホケミはホットケーキミックスのことね。ホットケーキミックス業界ではホケミと呼ぶのが一般的よ。本当に？多分ふわふわしたケーキっぽいということで、シフォンケーキの焼き方を真似ていきます。おっさんって、目分量とか思いつきで自信満々で調理を進行していく神経がすごいな。思いつきだけじゃないわよ。アニメでケーキを切った時にトロッと出るあれ。普通の半熟ケーキでできなくはないけど、再現は難しいってことで、おっさんが考えた末、投入する材料がこれ、マスカルボーネ。すまん、よく知らないんだが。イタリア原産のクリームチーズ。まあ、すっごく柔らかいクリームチーズを思ってもらえればいいわ。意外と準備してるな。用意してたのを忘れてたので、今になって慌てて埋め込んでいます。少しでも感心した自分が恥ずかしい。あとはケーキに乗せる生クリームやイチゴを準備していきます。このラップをかける変なやり方やめないよな、おっさん。そもそもミキサーが斜めなのがおかしい。ちなみにクリームは柔らかめに作ってます。おっさん、スイーツはレシピ通りに作ってもダメなのに、独自レシピってどうなんだろうな。普通にダメでしょ。なんだか、ぐしゃっとなってるな。半熟というより、半壊って感じがするけど、食べてくれた娘さんから感想をもらいました。すっごく美味しい、とのことでした。やったじゃないか。世の中奇跡ってのはあるんだな。しかし残念ね。何がだ？山間で作ったから二度と同じものは作れないわ。うーん。ちなみにおっさんがこだわったトロ、だけど、こんな感じでした。うん？スローでもう一度。あるような、ないような。とりあえずビクトリーで締めようよ。そうね。それじゃ、せーの。ビクトリー。みんな大好き薬味の妖精っすよ。みんなを大好きトヨちゃんだよ。うっわ、またいい子発言ですか。聞くわ。悪い子のふりをしているお前に言われたくないぞ。何のことですかねー。そんなことより調理の話。今回のしりしりは沖縄名物らしく、コンビーフを入れていくっす。ちなみに沖縄では缶に入ったコンビーフではなく、パックに入ったコンビーフハッシュがメジャーとのこと。みたいなー、コンビーフハッシュみたいなー。昔はご当地名物がお弁当によく出てたのになー。最近はないねー。通販で買ってたんすけど、お嫁さんに無駄遣いしたことがバレるんで、最近はやめてるみたいっすね。門番がラスボス。他のコメントっすけど、簡単にできるレシピやおすすめレシピの問い合わせがありますね。ここの動画に出てくるおかずはほとんどがサッとできるものなんで、どれを参考にしてもいけると思うっす。ちなみに元レシピは白ご飯 .com、味の素なんかが多いっす。そんな立派なところを参考にしてるのにやけどするのか。いやー、レシピにもコンビーフを投げ込め。とは書かれてないと思うっすよ。マジっすか。最後にちくわのきゅうり詰めを作っておしまいっすね。そうっすか。紹介よろしくっすー。ああ、右下からタレ漬け唐揚げ冷凍、ゆず刺身こんにゃく、焦げた麺は下にしてるチーズインかぼちゃ餅、人参しりしりコーンビーフ入り、ちくわのきゅうり詰め、上の段白ご飯の上に多分焼きすぎてない明太、最後にシューマイ冷凍。感想は誰だー。感想はお嫁さん、コンビーフのチープな味がした、とのことでした。うん、めでたしめでたし。そうっすか。特にまずいものがなかったならいいじゃん。今日は諸事情によりお弁当を30分で作らないといけません。寝坊か。
寝坊なのか。そんなピンチの朝は時短の炒め物で乗り切っていきます。時短ならレンジを使ったレシピの方がいいじゃないか。もはやそんな冷静な判断ができる状況ではないのよ。切羽詰まってるな。味付けは吉田ソースにお任せ。そうそう、こういったメーカー調味料を使ったレシピは失敗なしで簡単だけど、味がワンパターンになるから気をつけてね。そうだったな。それに頼りすぎて娘さんがお弁当を嫌がるようになったんだったな。そう、そんな状況を打開してくれたのが皆さんのコメント。このピーマンとシラスを炒めるレシピも教えてもらわなければ一生チャレンジする機会はなかったでしょうね。なるほど。しかも皆さんのコメントのおかげでおかずのワンパターン化を少しなりとも防ぐことができてるの。大丈夫かお前、すっごく早くなってるぞ。ありがとう。皆さんのコメントのおかげでお弁当は食べてもらえるまでのレベルになりました。はいはいはい、お弁当の中身紹介。早い早い早い、落ち着こう。とりあえず一旦落ち着こう。お、べ、ん、と、う、の、な、か、み、しょ、う、か、い、お、ね、が、い、し、ま、す。右下から牛肉と玉ねぎの吉田ソース炒め、プチトマト、ピーマンとシラスのめんつゆ炒め、食べにくいと言われてるけど高評なバター醤油コーン、チーズインささみカツ、冷凍。上の段、鮭おにぎり3つ。最後にそほうれん草5枚、冷凍。落ち着いてみると、時間があってもなくてもあまり変わらないわね。まあまあ、とりあえず感想に行こうか。今日は息子さん、肉のやつが美味しかったとのことでした。あれ、これもしかして。勝てばよかろうなのだ、せーの。ビクトリー。はい、皆さんが待っている厚焼き卵の時間ですある。なんだか、最近偽装巻きも成功しなくなったな。偽装巻き、あの卵液をこぼしながら巻く、おっさん独自の調理法ですねある。うん、完全に身につけたと思ったんだけどな。常に初心に戻る男だと聞きましたある。異様に言うなおっさん、カメラアングルに凝ったつもりだろうけど、肝心の調理が見えにくい。こんなに視聴者さんに不親切な動画で良いのでしょうか、ある。注意。この動画には、下手くそな料理、ゆっくりボイス等の要素が含まれております。苦手な方は、動画を閉じることをお勧めします。まさか、さっきの注意書きで視聴者さんに許してもらうつもりなのか。とりあえず、お弁当はできたようなので、紹介をしましょうある。そうだね、お願いします。はい、では、右下から、フームな出来な厚焼き卵、ブロッコリー、タモさんピーマンレッド、クレイジーソルトで味付けした鶏肉、サニーレタス、上の段、きんぴらごぼう、冷凍、最後にご飯の上は鮭。今日の感想は誰だろう？娘さんから感想をいただきました。あ、鮭が美味しかったとのことでした。皆さんこんにちは。ここからは前回の動画でいただいたコメントなんかに答えていく、おまけコーナーです。それじゃ、おっさん宛てから言ってみよう。行きまーす。おっさん、めいっ子生まれたよー、祝ってー。おめでとうございます。一族がさらににぎやかになりますね。おっさん今月から大学生になった。勉強についていけるか心配だよ。大丈夫。ついていける。今度のもうぜ、おっさんと同じ年、オス、より。オッケー。おっさんフリーターから抜け出せないよ、どうしたよい。若い時間は無限じゃないから慌てず急いでください。以上、おっさん宛てでした。他のコメントはあるのかだぜ。まだまだ、あるわよ。一つ目、レンジ先輩、最近抜け毛増えたんだけどどうしたらいいですか？どうにもならんがろう。ひどいな、他に言葉はないのかよ。まあ、元美容師として言えるのは、これから毛先が細くなっていくから、今まで以上にヘアカットはこまめにな。次のコメントです。カスタード、小学生でも作れるほど難易度低いんですが、まあ、おっさんのレベルがそれぐらいってことだな。次のコメント、おっさん、ライオンボ、になってるよ。ご指摘サンキューなんだぜ。タイトル修正しました。ネクスト、YouTube の再生数上げたいなら有名な人とのコラボかな。いいアイデアだな。早速採用させてもらうぜ。前にも同じこと言って、コラボ依頼がゼロだったんじゃない。そういえばそうだったな。はい、次行きましょう。エモジョアが広告してて草、料理もできて、ジョークもたしなんでいるとは、
料理もできないしギャグも寒いおっさんがいるらしいわよ。最後です。厚焼き卵の人と言われてるのと同時に、卵虐待タグニコニコにて、をつけられてた記憶があるのですが、黙っておくべきですかね。そこはシークレットでお願いするぜ。以上おまけコーナーでした。そして、ここまでご視聴してくれた方本当にありがとうございます。コメント、マイリス、チャンネル登録もサンキューなんだぜ。さらにツイート、タグ登録、宣伝、商品登録、ツイート、スレマまでしてくれた方、ありがとうございます。それじゃ、皆さん。いってらっしゃーい。だぜー。